オッハジョールのイタリアミラノのスガレリアです。今日はカシーナクッカーニャ、カシーナクッカーニャ、うん、あの牧場、元牧場だった、レストランバールに来ています。名前がウンポーストミラーノという、こういうところですね。ここ本当にあのコーワーキングスペースだったり、あとバール、そしてリストランテなんかもあって、すっごい落ち着ける場所なので、すごいおすすめです。元農場だったということで、その、面影がすごい残っているんですけれども、後でちょっとその映像をお見せしますね。スガレリア、ピジョンがいるの。ピジョンがいてはい、これをオーダーしました。あ、こっちか。まあ僕朝ちょっと今日遅く起きちゃって、これからまあ作業とかいろいろします。これは、トラメッツィのベジタリアーニ、ベジタリアンサンドイッチ、結構ドライポモドーロとか入っていて美味しそうです。そしてオーガニックパパーテ、ここのレストランはオーガニックが中心です。ほんとこれお庭が綺麗なの。建物も元農場っていう感じで、あとね、お花屋さんもあるんだ。こんな感じです。スガレリア、ちょっと僕今日はイタリアで起きた、まあ、個人的事件について話をしたいと思います。それは痴漢にあったことです。まあ、結構痴漢に合ってるんですけれども、メトロとかバスとか結構そういう公共交通機関を使うとき、あとまあ道とかでもそうかな、道とかでも結構変な人に声かけられたりするんですけど、もう何故かわからないんですけど変な人が寄ってくる。僕にそういう気質があるのかな、ちょっとよくわかんないけど、もう本当に結構海外に行くと発生するんですよね、この痴漢事件が。一番最初に海外旅行に行ったニューヨークで、メトロポリターナ、メトロアンダーグラウンドに乗ってたんですね。そしたら目の前の男性の人の大事な部分が僕の手に当たってたんですよ。でも僕いろいろ調べ物を携帯でしていて、で気づかなかったんですね。そしたら気づいた時にはその男性のあそこが手についててスリスリしてたんですよ。すごい気持ち悪いですよね。でもうすぐさま本当にメトロを降りて、で後ろをこう振り返ったら、もうなんかずっと見られていて本当に怖かったです。でミラノに来てからも結構こういうのがあるんですけれども、例えば隣に座ったメトロでね、隣に座った男性がスマホをこうやってかざしてなんか写真を見せてきたんですね。その写真っていうのが多分彼のあそこ男性がする痴漢ですね。男性が僕に対してする痴漢の話だから、彼がいろいろ見せてきたんですよ、変な写真を。もうやばいですよね。もう本当に気持ち悪くって、何考えてるかわかんないみたいな。しかもなんか手はさーっと、あ、本当に太ももとかを触れてくるんですね。本当に気持ち悪い。もうこれが一回だけじゃなくって結構何回もあるので本当に怖かったです。あとは、まあ、結構前はね、この、カシナクカーニャ、ウンポーストミラーノの近くに住んでいたんですけれども、本当に近くで男性にストーカーされたことがあります。で
アパート結構セーフティービルディングなんですけれども、アパートの中エントランス鍵開けてで閉まるまで何秒か時間が必要なんですね。その間にその男性もアパートに入ってきちゃって、でセイモルトベッラとかって言われてベッラって第一女性に使う言葉なんですけれども、もう本当に結構変な珍事件が発生していますので、まあ皆さんね、もし旅行で来る場合は本当に気をつけてください。多分住んでいる人も結構、まあ経験ある人多いんじゃないかなって。すごいピジョンがピジョンが僕の食べ物を狙ってる。本当に気をつけてください。なので多分海外に住んでる人結構ダイレクトだと思うんですよね。ちょっと日本で痴漢に遭ったことほぼないんでちょっとわからないんですけれども、本当に皆さん気をつけてくださいという変なお話でした。本当に変な人には気をつけましょう。それではこれ食べますね。はい、本日は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。イタリアミラノのスガレリアでした。チャチャー。